皆さん、僕のマシンがちょっとカスタダです。ちょっとカスタダですから。皆さん、大丈夫ですよ。甘々にしてあると3分もしたらなくなっちゃいます、ね、そうですね、なので、まあ、ある程度何周ぐらいかって自分の目安でですね、はい、あの例えばこれで1周、うん、まあ、ここのコース早くて14秒とか15秒ぐらいですけど、はいはい、これだと多分20秒以上かかりますから、はい、大体1分で大体3周回れないぐらいになると思うんですよね、なので、まあ、例えば1分3周として、はい、まあ、6周ぐらい入ったら走ったら入ってくるって目安で思ってれば楽かなと思います。なるほど、はい、さっきね、とにかくエンジンを止めないこと、そうですね、はい、一回止まると、うん、あのかかりにくい時とか、うん、あの硬いですからロックする時があるので、はいはいはい、極力止めたくないっていうのが一つの、硬いってなんか燃料がなんか、いや、違うんです、詰まっちゃって、あ、違うんですか、やっぱそのピストンスリーブが硬いんで、最初が完全に新品だと、はい、そこの部分を動くようにしてあげたいっていうのがあるので、今この状態を、はい、まあ、あ、でも実際遅くなるまでやるってことですね。そうですね、本当はそれぐらいまでやって、うん、だからどれぐらい回したらいいのってよく言われるんですけど、うん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 、これで何回か燃料を足していくうちに、はい、遅くなってスピードがもっと出なくなるので、はい、そうしたら絞っていってあげるっていう、なので、一概に何分だよ何分だって見えないってことですね。そうですね、エンジンによるばらつきもやっぱあるもんですから、うん、当然ね、同じ製品でも個体差がありますね。そうありますから、はい、なるほど、はい、とはいうものの、はい、どのくらいですかとはいうものの、だいたい、まあ、に2タンク2本からだから 300cc ぐらい炊いた時にちょっとずつ調整していっても、あ、まあ、2、3タンク、そうですね、2タンク、4タンクぐらい見れば大体、そうですね、はい、はい、ちょっとカスタダです。ちょっとカスタダですから。大丈夫ですよ。いや、これぐらいのスピードだと、やっぱなかなかエンジンが温まらないですよ。この時期、冬側だとね、はい。ああ、やっぱだから軍手とか。そうですね。だから風を当たらないようにしてあげて。ちょっと遅くなってるのは気にしません？ちょっとなりましたね。はい。もっとですね。はい。ただこれぐらいちょっと遅くなったな、あの。もう少し甘いところからだと、うん、全く車が進まなくなったりするんですよ。もう少し遅くなって、はい、そこまで遅くなるんなります、少し同じ状況からで、そう、でも遅くなりましたよね。これだと、今一番少し硬さが取れてきたってことなんですよね、はい、そうしたらニードルをまた少しずつ絞っていって、だから10分これで絞っていってもいいです。そうしたらだからまあ一回給油をして、はい、まあ、どれぐらいってわからない場合は、うん、だいたい一回給油をしたら、うん、2タンクに1回ぐらいニードルを絞っていくようなイメージですよ、ね、はい、まあこういう時にね、ライゼルの練習とかもね、していくのもできます、実際のところは、はい、初めて、はい、初めてなんか、そうですね、これはこれ、そうですね、はい、本気のラインドですか？下からだと、そうそうそう、はい、おっと、下からなんで見えないです。そうです、全く見えないですね。外は寄れますよ。本当ですか、はい、皆さんまだまだ戦いますね。じゃあ、え、
まだまだで、はい、遅くはなってくるんですけど、はい、その燃料が少なってきた時は辛くなってくるので、そこの部分のはだからちょっと早最後走ってて、例えば4周目5周目とかになると少し速くなってきたなと思ったら、燃料がなくなってきたと思って、はいはい、次の週ぐらいに次足すイメージを持っててもらえれば、もうこれで実際のところあれですよ、ワンボトルも走ってますからね、実際のところこの 500cc ぐらい最初から燃料エンジンかけてから、そうですよね、はい、これは足すイメージですね、実際のところ、はい、あ、これ今ちょっと遅くなった、はい、今まあ、なのでね、地道な作業になるので ね、はい、うでね、どうしても鳴らしって、はい、動画的にもかなり地味になりますね。そうですエンジン、これ前回にも走ってますけど、うん、たまに燃料をやっぱ送ってあげた方が、うん、コーナーの時一回少し抜く必要もたまにはあります。全部前回でこうやっていくと走れちゃいますけど、うん、そうすると負荷がかかるので、エンジンに止まってます。そうです、なので例えば一回少し戻してあげた方が、うん、エンジンにとってはいい。全部こうやってこのスピードなんで走れますよね、車としては。はい、うん、それよりも少したまに息継ぎさせてあげた方が、はいはいはい、全部曲がれるからって、はい、ずっと握りっぱなしだとあんまり、はい、エンジンに負担かかるので、はい。この過程が、はい、飛ばせるのが鳴らし済みエンジンですね。そう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 、はい、これは大きいですね。そうですね、そこは。はい、鳴らし済みエンジンっていうのは、はい、あれはゆるぎさんが鳴らす。そうですね、今はゆるぎくつの方で鳴らしてもらってます。オンロードは実際はい、まあ、世界チャンピオンを取った高畑君のエンジン、はい、あれもゆるぎくつが鳴らしをしてるエンジンだと思いますよ、はいはい、実際のところ、はい、じゃあもう間違いないです、間違いないです、はい、なんか僕の勝手なイメージで間違ったら申し訳ないんですけど、はい、やっぱ外国製のエンジンがやっぱすごいっていう、ね、イメージが昔あったんですけど、はい、最近はどうなんですか、うん、トルク感っていうのはやっぱ外国エンジン強いところは正直今でもありますね、うん、はい、なのですけど、うん、日本のエンジンもだいぶそこに追いつけ追い越せで良くなってきて、うん、今回みたいな世界選手権 で、ね、1位2位っていう形で、そうですよね、はい、OS エンジンでも初優勝なんですよ、実は81の世界選手権優勝、それはすごいことですね、はい、そこまで日本の技術も良くなってきたっていうことなので、はい、十分戦えるようになると思うんですね。そうですね、はい、松倉直人君のエンジンもこのカブトエンジンですかね。いや違います、 OS です。あ、OS、はい、それは薄くなってきましたか。ちょっとそうですね、なのでこれで燃料が少なくなってきたと思います。燃料が突き出しますね、はい。今は絞ってないですね。絞ってないです。今さっき絞って、そうですね。だからまあ目安としては大体2タンクに1回ぐらいずつ絞るイメージで、うん、でも2タンクといっても実際のところ12周ぐらいですから、はい、そうですよね。大した量、そんな長くはないですね。そうですね。はい。まあこう念を込めながら、そうですね。はい。大事に、はい。皆さんは実際はい、直人君のメカニックをやってますけど、はい、エンジンとかも飯尾さんやったりするんですか。僕がやります、ほとんど。とかエンジンもそうですね、準備は僕の方がやりますね。彼は車の方の準備だけで、はいはいはい、あ、遅くなった、なりましたよね、はい、なりました、はい、そうするとちょっとずつ鳴らしが進んでるってことなの で、うんうん、で遅くなったなと思ったらこれで入ってきて絞ってもらって大丈夫です、はいはい、行けます、行けます、はい、まあ燃料にもよってそのニードルのシビアさっていうのは変わってくるんですけどね、実際のところ、まあ、もうあれですか、はい、エンジン鳴らし1万個ぐらいやってきましたか。そこまでないですね、まだそこまでやってないです、うん、
1000や2000は1000は行ってると思いますよ、はい。今回レーシングですけど当然、はい、あのバギー用のやつ も同じですよね。原理は同じです、はいはい、ただバギーの方がもっと硬くていいので、はい、レーシングはやっぱそのフリクションエンジンのフリクションというものが少ない方が速くなるので、はいはい、ちょっと柔らかめっていう感じになるんですけど、バギーはやっぱ止まらないことが大事なの、うん、回転がここまで上がらないもんですから、なるほど、はい、なのでその一番上のところっていうのはあまり使わないんですよ、バギーは。なのでどちらかというと短めですね、ちょっともっと固めで、はい、なので例えばオンロードの車に乗せてもらってもそれは構わないってことですよ。そういうことか、はい、なるほど、はい、でこれ今あの出荷段階のところから、はい、下のニードルって何も触ってないんですよね、はい、実際のところ、はいはい、触ってないですね、はい、メインニードルだけなんで、メインニードルを最初4分の9、半周4分の3開けましたよね、はい、でそこから半周戻4分の1戻した状態のところから走り始めて、うん、徐々に徐々に絞ってますけど、はい、でもあと1回ぐらい10分やっちゃうと、はい、あと1回2回ぐらいで出荷段階ぐらいまで戻るんじゃないですか、ね、戻せます。そうですね、10分で考えると、はい、でまあ、今はあと、アイドリングをちょっと上げてます。で、まあ、アイドリングをなぜそこまで上げるかっていうと、はい、止まらないようにするために簡単に、はい、ね、そうですね、やっぱ一人で慣らしをするときに楽なっていうところで見ると、はい、最近そのエンジンの売れるのはやっぱりその、はい、なんだろう、鳴らしてないやつと鳴らしたやつどっちが鳴らし済みですね、やっぱ、やっぱこの手間とコストを考えるとですよ、ね、はい、やっぱこの手間っていうのはね、どうしてもやっぱかかってきちゃうので、はい、鳴らし済みの方がプレブレグいのがおすすめっていうのはそういうところも、手間暇ですね。やっぱせっかく車作って、うん、はいはい、全開で早く走りたいじゃないですか、プレブレレーキンだったらもう少し速いところから走れますから、はいはい、スタートで、まあ、自信がなかったらなおさらというところもありますね、はい、うん、さっきよりまた遅くなりましたね、はい、これで、はい、こんな明確になるんですね、はい、意外と分かりやすいもんね、はい、僕が昔ね、はい、鳴らしだ言ってやったことはただの鳴らしのね真似事だったんだね今のエンただ昔のエンジンって、はい、もっとその金属加工の部分でも、うん、ゴミが溜まってたりとかってあったんで、はい、まあ、昔はそれこそエンジン一回バラして、はい、全部掃除してとかってなったら、はい、でも今はエンジンがすごい良くなってるので、はい、その精度、機械加工の精度も良くなって品質が良くなってるので、はいはい、やっぱこうやってすぐ走れるっていうのはありますけどね、はいはい、でもニードルを回してる量の割には速くなってないのは、そう単純に当たりが出てくるんですね。そうですね、はい、まあこれで今、はい、もうすぐもうすぐ1リッターぐらい炊くことになる、ね、はい、あと1回2回、そうですね、2回ぐらい、はい、このボトル 500cc ぐらいで大体、はい、目安として2リッターぐらい出てますね。そうですね、はい、大体それぐらいで多分いつも動画見ていただいてありがとうございます、非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。